勇気は夢を叶える魔法。あなたが大樹カーラーンの精霊ラタトスクですね。ラタトスク様は大樹カーラーンでつながれた異界の扉を守る守護者でした。先にひどいことをしたのはミコの方じゃない。世界再生のためにパルマコスタを見捨てて。僕ロイドを探します。そして両親の仇を討ちます。なあ、天罰ってのは与えてみろよ。この俺様によ。どうやら私がエミルを守るナイトになりそうだな。必要以上に謝るな。豚になりたいのなら止めないだろ。両竜スノエ銀竜カノ。遊びは終わりだ。エミル行くよ。元の使えることを許したね。これで終わりです。おがさん、私の力を見せてやる。かの者を打ち砕け。これで最後だ。嫌いな。いじめてあげる。打ち飛びな。愚か者に王の裁き、絶望しろ。ドアービング、あなたは、あんたってやつは、俺にラタトスクの騎士として自分を守ってほしいと言った。俺はその通りにしている。何が気に入らないんだ。アリスちゃん、君の王子様ベクスだよ。可愛い女の子の腕をへし折るの大好きなの。正義の目的のためなら手段などかもあるのだよ。マルタが思い描いてる理想の僕と本当の僕は違うけど、君が君だってこと変わらないよ。ピリ怖がりだけど優しくて一生懸命な君だってこと。エミル、聞こえるか。今すぐラタトスクの騎士をやめろ。これがお前の選んだ方法だな。さよなら、ラタトスク。エミルとマルタだから友達でいたいんだよ。熱くなるなよ、ガキンチュン。そうそう、だからちょっと懐かしいね。かつてロイドが私を救ってくれたようだ。もちろん僕たちも知ってるよね。準備はいいわね。私も協力します。弱虫のエミルに初めて勇気をくれた人だから。さあ行こう、マルタ。僕らの旅を終わらせよう。